ライアはトゥルー、あなたは信じる、柴田に転がる都市伝説紹介チャンネル、どうも小雪です。アンバサダーのトエです。開いてますけど、また戸田君の隣が、はい、はい、見えますかね、皆さん。いや、これみんな見えてるかな、はい、大丈夫かな。大丈夫だと思いますね。怖いね、なんか設定が2022年、まあ、明けまして、うん、まあ、2週間経ちましたけど、経ちましたね。どうですか。やっぱり見えるようになってきましたねそのことじゃないですよ、うん、体重の方は。体重なんか去年めちゃめちゃ痩せましたよ。痩せましたよ。正月太りしませんか。まあ、ちょっと太ってきたかもしれないですね、はい、やっぱりしね、ラーメン美味しかったんでね。わかるわ、うん、実家帰ってとかしたら結構太るやろ。大阪のラーメン久々に食いたくなるやん。うん、わかるわかる。で、唐揚げとかもな。そうそう、唐揚げも行くし、うんうん、肉まんも食べるしみたいな。やばい、そういう人多いと思うんで、うん、今日の動画ね、最後まで見たらそれ解消します。え、ちょっとそのために専門家も読んだんです。専門家読んでいいですか。霊的なものじゃないんですよ。翔平さん、あのなんちゃってるじゃないですか。ちゃんとした人呼んでるんで。なるほどなるほど。ということで紹介します。以前トヤクのダイエットの企画に協力してくださいました、その社長にお越しいただきました。よろしくお願いします。おー、社長、こんにちは。ご無沙汰してます。社長、久しぶりです。大阪のノリなんです。いやいや、大阪やって、大阪の居酒屋のノリ。振りも聞いとってやん今もう2回目なので。はい、はい、その社長に前ね、あのたまたま手紙をもらって、うん、当社で出している、うん、コーヒーを飲んでくださいって。はいはいはい、俺ほんま俺らいかがわしいと思ってんの。そうよ。で、試してもらって あかんかったってちゃんと結果出そうと思ったら、ちゃんと結果出たから、ちゃんとお呼びして、ね、やったらめちゃめちゃ好評だったらしくって、うん、ちょっとまあ自己紹介からしてもらっていいですかね。はい、はい、私株式会社テイクトレーディングの代表、佐野拓也と申します。お願いします。お願いします。美容関係とかダイエット関係で、まあ、めちゃめちゃ勢いがあって、まあ、やり手の社長さんではあるんですけども、今日はね、都市伝説ちゃんと持ってきてもらってるんですよ。はい。え、なんかもう、こう売りますみたいな案件じゃなくて、もちゃんと都市伝説を持ってきていただいてるんですよ、はい、都市伝説、はい、はい、持ってきました。今日はとっておきの都市伝説、ビーズのお話ですね。ビーズ美容とかの話来るんかなと思ったら、まさかのビーズの都市伝説。いや、ビーズは冗談なんですけど、ビーズすごい僕も大好きなんで、はい、いつか一緒にウルトラソウを弾きたいなと。おー、はい、それはだってキャナリーお持ちですからね。はい、そうか、あの小池さんが持ってきるやつ、はい、持ってます。すごっ。持ってるんで、ぜひじゃあ弾けたらなと。はい、高評価5万以上で接種させていただきます。はい、ぜひぜひお願いします。で、何ですか、そのやっぱその社長が紹介してくださる都市伝説って言ったら、やっぱりそういう系なんですかね。ダイエット系に関連するお話です。ダイエットと都市伝説初めて聞かない、はい、聞いたことない。何すか都市伝説系で、まあ、ちょっといろいろこう、まあ、お話ししたいなっていうのがあったんですけど、はいはい、なんか陰謀系のものって結構あったりすると思うんですね。え、ま、ダイエットで陰謀。そうですね、まあ、一応陰謀になるのかなと思うので、 そのお話をしようかなと思ってまして、うん、はい、体重って当たり前ですけど、食べれば食べるほど増えるのって当たり前ですよ、はい、当たり前ですよ、はい、で、まあ、今の現代人って食べ過ぎるように仕組まれてるのってご存知ですか。いやそれもう誰がやってるんですか。ロックフェラーですか。いや違います。あ、違う、よく聞けば、うん、はい、ロシチャーの関係者セーフと、まあ、一応あの現代では1日3食っていうのが、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけど、そう実はこの習慣って根付いてから200年ぐらいしか実は経ってないんですよ。え、そうなんですか、はい、え、だってその前の人たちって食ってないってこと。いやさすがにご飯は食べてます。うん、はい、だよね。それまでってお昼食べて夜食べて2食が主流やったって言われてる。じゃあ朝ないんですか。朝は基本ないですね。じゃあみんな YouTuber みたいな不規則な生活したの。そうですね、はい、深夜型の。そう、深夜型の。ちょっと Uber 取るかみたいな。いやいや、Uber ないんよ。飛脚ないよ。だから昼、夜、うん、夜みたいな。あ、そういうことか。俺らみたいな。あ、そういうことね。いやいや、2食やったんやこれ。あ、2食、うん、あ、そうなんだ。へえ、まあ、ちなみにこの3食っていう、まあ今のその現代人でよくあるその習慣作ったって言われてるのは、うん、実はの発明王として有名な実はエジソンと言われてるんですね。エジソン全然イメージないですけどね、うん、食に関すること。でこのエジソンが黒幕としてこの世の中に習慣を作ったと言っても過言ではないんですね。黒の組織みたいに言われるかもしれないけど、まあヒゲも映画で黒の組織っぽいしな、はい、感じですね。やるだけで。で、エジソンは200年ほど前にトースターを発明しまして、はい、この実はトースターを売るためにですね、うん、2食が主流だったところ、うん、1日3食取るっていうことが体にいいという世の中にしっかりアピールをしてですね、しっかりトースターを売りたかったと思うんですけど、はい、ずるっ。この習慣が現代まで1日3食っていう習慣を作ったと言われてるんですね。それずるくないですか。あの噂で聞いたことありますけど、それマジなんすね。これほんまですね。なんかエジソンがどうやったらそんな頭良くなれるんですかって聞かれて、いや3食食べてるだけで僕はって言ったのと同じで、うわーずるーと思って。なんやそれ、インチキやな。だからそピンクレディもさ、うん、昔なんでそんなにスタイルいいんですかって聞かれたらさ、うん、ウーロン茶飲んでるからって、ウーロン茶消え去ったみたいな世の中から。へ、その仕組まれてたんちゃうかと思うの。あ、じゃあピンクレディも
レインボー。言うな言うな、まあそれは僕はちょっと何も言えない。ピー入れてやる。まあでも今もその習慣がずっと続いているってすごいことなんですけど、うんうん、まあ元々人間の体的な1日2食の方が体に合ってるんじゃないかって研究してる方も実は多いんですね。あ、そうなんですか。めっちゃ3食食ってんねんけど。朝ちょっと食べる？うん、昼夜夜。あ、マジで。夜食はしっかり食べる。そう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 、はい、一番ダメなやつじゃないの。なるほど。陰謀によってまあ勝手に太るようにまあ習慣をつけられていたっていうことです。あ、そうですね、はい、普通ダイエットコーヒーとかだけじゃなくて、まあ、ダイエットサプリとかダイエット丸々っていうものって、まあ、たくさん売ってたりするわけじゃないですか。はい、プロの目から見てその怪しいダイエット商品とかって存在します？まあ、なかなか僕の口からあまりこれっていうのは言えないんですけど、はい、まあ、実際結構なんか怪しいダイエット商材ってまあ結構あったりはするんですね。実はで俺結構試したんすよね、はい、サプリは特に試しましたね、はい、なんか脂肪の吸収を遅くする系とかやったし。なるほど。一時めっちゃ飲んでましたよね。むちゃくちゃ飲んでた。そうそう、どうしてもお腹の肉を取りたいなと思ってシックスパッド買ったんですよ、はい、おうおうおう。どうなったと思うんですか結果。実は普通に取れた。あ、なるほど、はい、正解は1回も開封せず終わったんです、はい、あ、全く使われてないんですね。そうなんです。そういうちょっと怪しい商品もあるんですよ。いやいや、それは小池さんが悪いんよ。大体さ、あの腹筋ローラーみたいなやつも買った。結局さ、1回も開けずにさ、そう、あれどこ行ったよ。あれ高い子が持ってったよ。なるほどね。まあ、でも今まで僕がまあ聞いた中で一番ちょっと怖いなと思ったのが、うん、悪魔のダイエット薬っていうんですけど。何、ドラえもんの道具みたいなやつ。いや、ドラえもんの道具じゃないんですけどね。まあでもよくあのコヤスターでもあの呪いかけると自分にも呪いが返ってくるとかってよくお話ししてるじゃないですか。言いますよ。ちなみにめちゃくちゃ好きなんですけど僕そういう話。お、ありがとうございます、はい。まあ、でも同じようにダイエットも薬飲むと激痩せするけど恐ろしい見返りが起こるっていう薬が実は存在するんですね。実際にある？あります。はい、ちょ、マジで？で、まあ、その薬ってちょっと特定はちょっと僕の方から言えないんですけど、 そのダイエット薬飲むとなんと1週間で30キロ痩せるっていう噂が出るくらいの代物なんですけど、その代償があまりにも大きすぎるんですね。まずあの激しい吐き気、めまい、頭痛、さらに急速な白内障という目の症状が現れて最悪、まあ、失明する場合も。はちょっとな、そんなことある？まあ、結構ありますね。まあ、特にあの海外とかで結構多いんですけど、はい、日本って結構厳しいですもんね、基準は。そうですね、特に日本だと、まあ、いろんな法律があるので、うん、なかなかそういうのはないんですけど、うん、まあ、でももう一つちょっと怖いなと思った危険なエピソードがあるんですけど、うん、薬飲んでる時に人体発火してしまうというエピソードなんですけど。人体発火ってほんまにあるの？そんなことあるんかって話。そんなことあるんですか？まあ、それも薬飲み続けると体の中から熱を発生して体内が燃やされた状態で、うん、まあ、その方死亡した状態で見つかったっていうケースが実際あったそうなので。いや脂肪燃焼させなあかんのに死亡したら何燃焼しとんねん。そうです。これが本当の脂肪燃焼ですか？不謹慎すぎるな。ほんまにびっくりしたね今ね。まあでも結構やっぱりあの海外やっとそういう、まあ、規制が緩いので、うん、まあ、危ない薬をインターネットとかに見つけて個人輸入をしてダメな例が結構あるので、ちょっと海外でそういったものはあまり、まあ、おすすめは絶対できないですけど、でも本当に痩せたい人からしたら、はい、海外の薬を手にしてでも痩せたいと思ってる人いると思うし、はい、結構そういう違法というか、まあ、そういう業者いると思うんですよね、はい、海外に買い付け行って買ってきてこそっと譲るみたいな、はい、まあ、でもちょっとそこはおすすめはできないですね、うん、なるほどね、はい、そうですよね。まあ、ダイエットに結構危険な薬ってまあやっぱりあるんですけど、はい、ダイエットしていない方でもカロリーって気にしたことってないですか、ね、うん、あるある。気にしまくりですよ。なんか30超えてからコンビニでなんかご飯買う時も後ろ一回見るよね。見る見る。あ、そっと。僕もちなみに30過ぎてから結構お昼ご飯意識してコンビニの裏見てるんですよ、はい、それを社員に見られてどうされましたかってツッコミをめちゃくちゃ恥ずかしいなと。それはそうですね。確かに確かに、まあ、でもあの食事って結構カロリー計算、うん、まあ、計算っていうことはちょっとあれなんですけど、うん、結構意識するのって大事だとは思うんですけど、うんうんうん、実はカロリーを計算しただけでその食事をコントロールしても実はあまり意味がない場合があるんですね。え、じゃあなんで見てるんですか？まあ一応、まあ、鋭い突っ込みが、はい、ちょっと突っ込まれるとあれなんですけど、例としてカロリーを意識してもダメな場合があるという話なんですけどね。ほうほう。なぜかというと同じカロリーのものでもですね、うん、結構食べるだけでどうしても太ってしまう超加工食品というものがありまして、うん、超加工食品、はい、で、まあ、そもそもそれが何かと言いますと、はい、5種類以上の素材を多く含んでですね、うん、工業的に作られたものでして、うん、例えばですけど炭酸飲料とかチョコレートとかケーキとか、うん、それこそハンバーガーとかレトルト系
系の商品が非常に多くてです。毎日、はい、皆さん好きですよね、うん、僕も大好きなんですけど、実際研究結果もこれございまして、はい、アメリカの政府機関国立衛生研究所が、はい、健康体の人を20人集め、はい、1ヶ月間食事を与えてですね、うん、体の変化を計測した実験がありまして、うん、ちなみに内容としましては、うん、前半の2週間が超加工食品、うん、後半の2週間は非加工食品、うん、でまあ非加工食品とかって一般的にまあ果物とか単体であるものなんですけど、うん、カロリーや脂肪糖分などですね、うん、主要栄養素が超加工食品非加工食品とも同じになるようにして食事を与えます。なるほどね、はい、で食べる量に関してなんですが、うんうん、まあノルマなし、全て食べても残しても OK、うん、間食は自由で制限はなし、この食べ物のその制限なしっていうところがポイントですね、はいはい、ポイントでして、ただし実験前の体重維持に必要な1日の摂取カロリーの2倍を超えて食べることはできないというルールで検証はしました、うん、なるほど、はい、でそしたらですね、たった2週間で結構衝撃の結果が出まして、うん、え2週間、はい、超加工食品を2週間摂取した時の方が1日平均500キロカロリー食べ過ぎていることが分かりまして、で1キロ変化がありまして、で、まあ、基本的に食べ過ぎると太るっていうのはまあまあ当たり前なんですけど、うん、まあ、結果として超加工食品の場合は体脂肪がついて 454g 体重が増加し、非加工食品は体脂肪が落ちて 454g 体重が減少してるんですね。こんな同じ分だけちゃんとマイナスとプラスなんだ。まあ2週間の実験でまあまあ当たり前なんですけど、うん、超加工食品が食べ過ぎてしまうっていうそのまあはっきりとした原因は分かってはないんですけど、うん、まあ専門家の中にはですね、うん、超加工食品は油分で糖分、うん、塩分が高いから食べ過ぎてしまうという意見があるんですけど、うんうん、そもそも今回の実験では非加工食品とも、うん、超加工食品とも栄養素の数値って全く同じなんですよ。あ、なるほど。じゃあ なんで？で同じなんですけど、これもちょっと諸説あるんですけど、はいはい、超加工食品のものって結構柔らかいハンバーガーとか、はいはいはい、まあ、パンとかあるんですけど、うん、柔らかいものって基本どうしても一気に食べてしまうと思うんですよ。硬いものはね、噛むから満腹中枢が出てる。なるほど、なるほど。それで早食いになるので食べ過ぎてしまうという説が、もう一つあるんですけど、うんうん、非加工食品の場合っていうのは、うん、PYY という腸内分泌の食欲抑制ホルモンが増えて食べ過ぎないんじゃないかっていう意見もありますね。そんな便利なホルモンあるの PYY、ね、これも、PYY、はい、なんか諸説あるそうです。 PYY だけなんか売ってへんの、これ飲んだらいいよみたいな。僕は見たことはないです。はい、あ、そうなんだ、はい、ないんだ、はい、一応そのさんの会社でも売ってない。売ってないですね。なるほど、はい、PYY、まあ、はい、うん、言いたいだけやろ、うん、これだから初めて聞いた単語やなと思って、はい、はい、結果としては、はい、まあ栄養素全て同じものでも、うん、まあ、やっぱり超加工食品っていうのは結果食べ過ぎてしまうっていう傾向がこの実験でも出てるので、特にダイエットしてる時っていうのは控えた方がいいなっていう、うん、なるほどね、なるほど、まあ、つまり PYY が大事ということですかね、うん、おそらく聞いてた話ね、いや某メンタリストのような語り口だなと思って聞いてましたね。あ、なるほど、そう、まあ、危険なダイエット、先ほど僕が初めにお話しした、うん、まあ、危険なダイエットの薬とかの、まあ、影響もあったりして、はい、急に痩せたり痩せたりしている人を見ると、なんかダイエットイコールちょっと不健康とか、なんかちょっとマイナスなイメージ、うん、ありますね。でしかし、まあ、本当のダイエットっていうのは健康になって長寿も期待できるっていうことを皆さんご存知ですか、ね、そうなの、いいことで、はい、でしかもノーベル賞を受賞したしっかりとした方法でして、はい、これがオートファジーと呼ばれる方法なんですね。きた、うん、オートファジー、はい、オートファジーとギリシャ語でオート自らファジーが食べるっていう意味なんですけど、うんうんうん、それを組み合わせた造語なんですね、はい、はいはいはい、どういうことかというと、うんうんうん、体の細胞が不要になった細胞を食べて新しい細胞に変える体の機能のことなんですね、うん、で細胞が新しくなると満開症や病気になりにくく若々しい体になるという健康法なんですね。いやー、はい、本当知ってるんだろ、うん、オートファジー。いや知らないですね。僕はねトリコで学んだんですよ。へー、トリコはすごい1日のカロリーを使うんで、食べなかったらもうダウンしちゃうんですけど、うん、オートファジーって機能を使ってパワーアップするんですよ。へー、そこで俺調べたんですよ前、ね、オートファジーを。そうそう、うん、そしたらなんか断食とかで得られたりとかして、逆に頭が活性化したら体がいいリズムに戻ったりする瞬間がらしいの。
めちゃくちゃご存知ですね。そう、トリコのおかげ。ああ、なるほどなるほど。クギバッチのおかげ。まあ今ちょっと小焼さんが断食のお話をされたんですけど、このオートファジーの機能がですね、活性化されるタイミングというのは空腹時だと言われてるんですね。なので朝か昼かのどちらかを東屋さんがお飲みにいただいた弊社のクロッティコーヒーに置き換えようということでおすすめをさせていただいてまして、そもそもオートファジーっていうのが2日断食したりとか16時間断食したりとかって結構大変っちゃ大変きついっすね。空腹時にオートファジーの機能が活性されるってことなんで、ぜひその1食だけでも置き換えっていうのはすごい意味があるのかなと。なるほど、はい、何に置き換えたらいいの一番、まあ、できることなの東屋さんがお飲みいただいた急に、はい、あの案件かすぎて、ね、あれさっき僕、はい、一瞬その波動を感じたんですけど、はい、持ってき方がうまそう、はい、そうそうそう、チャコールコーヒーっていうんですけど、うん、飲みいただいたの炭が入ってまして、うん、国産の良質な炭を使ってますね、うん、炭の力で不純物を体に排出するっていうの、うん、デトックス効果だったり、うん、MCT オイルによって脂肪の燃焼をサポートすることもできるので、より一層ダイエットが、まあ、いい結果のものとなりますね。なるほど、はい、うんうん、でまあ、単純に痩せるだけで不健康になってしまっても意味がないので、うん、そうね、と効果プラス健康的になる方法もぜひ試してもらいたいなとは思ってます、うん、なるほど、はい、いやこれいいよね、うん、コーヒー特に大好きなんだよね、まあ、そうね、苦じゃないんで、なんかそうそう、サプリとかって飲まなきゃってなるんやけど、いやそうなんよ、コーヒーで普通に飲めるのがいいね。そうだって毎朝起きてさコーヒー飲むんやけど、うん、そのコーヒーを買い取っただけやからすごいやりやすかったですね。ああ、いや、うん、ありがとうございます。あれめちゃめちゃモテるなと思うね、なんかね、そう、トラ君ね、うん、すごいですね、ええ感じ、はい、いやいや、よかったです。それはなんでかって言ったら、はい、痩せてるだけじゃなくてちょっと美容的というか健康的に痩せてるからな。そうですね、なんかそんなになんか無理した記憶はないんで、うん、もうちブラック企業なんで撮影で急げすぎて痩せたんかなという感じで、ちゃんとね工程前に撮って見せたもんね俺らね。そうそうそう、ほんまに研修したもんね、はい、しっかりあの一食置き換えていただいたと思うんで、はい、でも実際何キロ痩せたんやったっけ。で何キロでしたっけあの時って。結構痩せましたよ。でもメモってるんやけど、うん、6.6 キロらしい。あ、そう、うん、あ、やっぱりこの6という数字はですね、悪魔の刻印と言われましてですね、非常にパワーがある数字なんですよね。あの案件今紹介されたときは悪魔の刻印って、とんでもない紹介だもんね。こんなことある。ほんまにな。ちなみに前回ダイエットで その通販の反響が大きかったって聞きましたけど、そうですね、どうだったんですか。もうあの動画をアップしていただいたのは確か夜の19時ぐらいだと思うんですけど、はいはい、もうそこから30分後ぐらいにすごいオーダーが来まして、はい、1日の間で完売してしまったんですね。え、来ました来ました、はい、なんかやばかったんですよね。そう、そうです、すごいね。おかげさまでもう Amazon、 楽天市場、ヤフーショッピング売上ランキングでも1位を獲得するぐらい、はい、1位も反響がございました。で、まあ、その時って、まあ、あの実店舗のお店でも大体30店舗ぐらいでしかまだ販売はしなかったんですけど、おかげさまで現在全国の1900店舗の店で拡大しすぎでしょ。購入できるようになってます。え、買ってますね。ありがとうございます。え、マジで、そのすごっ、はい、もうおかげさまでもう多分皆さんのお住まいの近くのお店でも買えると思います。ぜひ、はい、バイト食品のコラボグッズ作っていただけませんか。あ、もうぜひぜひ、はい、します。で、まあ、あの前回の検証動画見て買ってくれたのお客さんなんか小安田ファンの方もおられたと思うので、めちゃくちゃいいレビューをいただいてまして、何個かちょっとご紹介すると、はい、まあ、あの小安田見て購入でもあの4日で2キロ痩せたとか、うんうんうん、小安田見てその通りの結果が出たとか、それ以外にもあのバイトで桜雇って、いやいや、もう絶対そんなことしないです。すごいっすね、すごいな、結構それ以外にもクロッティが売り続ける限りずっと買いますとかレビューもあるので、すごい、ぜひちょっとレビューも実際商品ページで見ていただけたら、はいはい、結構俺らも嬉しいけどな。いや、ほんまに、ほら、ね、案件基本受けない人間なんで、まあまあアンケートもやってませんでしたけど、うん、普通に効果出たものがいいと思って紹介して、うん、ちゃんと貢献できたんで嬉しいよな。いや、そうやね、うん、実際にこうしたのしっかりした商品っていうのもこのまあ小焼きスタジオさんでもあの検証動画で証明していただいて、うん、まあ、いろんなこう環境もございまして、うん、唯一ですね、うん、ダイエットコーヒーとして百貨店の高島屋さん、うん、日本全国の高島屋さんでも販売しております。唯一、はい、百貨店なんか言ったらって変な商品絶対通らないもんね。そうですね、まあ、審査とか結構厳しいらしいですよね、はい、そうですね、もうめちゃくちゃちょっとまあ大変やったんですけど、その他にもこの商品はあの B リーグっていうのプロバスケットボールチーム、僕らも友達に言いますよ ね、 今いるいる。あ、そうなんですか。あ、います、います。まあ、でもそのチームにですね、クロッティの商品をご提供して飲んでいただいたり、そのチームの、まあ、のチアリーダーの方に飲んでいただいたり、すごい気に入っていただきました。うーん、はい、すげえ。で、まあ、ちょっと最後になったんですけど、はい、まあ、前回大屋さんに実際飲んでいただいた、はい、あのクロッティコーヒーっていうのは、まあ、
一番ベーシックなチャコールコーヒーになるんですけど、去年ですね2商品また新しくラインラップを増やしまして、はい、ぜひちょっとお二人に飲んでいただけたらなと思います。用意されてるんですか？はい、ある？あ、え、用意がいいな、はい、おすごいな。で、まあ、ちなみに、2商品ございまして、はいはい、まず1つがですね、通常のクロティコーヒーのカフェインレスのタイプですね。あ、これ嬉しいよね。結構やっぱりカフェイン気にされる方とか、うん、時間気にせず飲みたいっていう声もいただきまして、確かに夜も飲めるようになりますからね。そうです。この商品のポイントとしてはですね、うんうん、カフェインを 93% 以上カットしまして、カフェインを気にされる方にも安心して飲んでいただけるコーヒーですね。 93% カットって、はい、ちなみに、まあ、スタンダードの通常のクロッティに比べるとメキシコ産の豆使ってるので、うん、ちょっとあっさりした味わい、豆すら変わってるんですね、はい、前ブラジルでしたもんね、はい、よく覚えていただいてますね。やっぱり、はい、後ろいっぱい読んだから。ああ、ありがとうございます。やっぱり炭がな、はい、すごいからっていう。確かにね。もう一商品がですね、はい、バターコーヒーなんですけど、バターコーヒーって結構女性の方やったら知ってる方とかも多いんですけど、うん、はい、通常のバターコーヒーで結構バター独特の匂いが結構してまして、うん、僕自身そのバター独特の匂いをなんとかなくして商品化したいなと思ってまして、うん、このバターコーヒーに関してはバターの嫌な匂いもせずにすっきりとお飲みいただけます。へ、うん、はい、なんかバターってそれこそダイエットの天敵みたいなもんやと思ってたんですけど、うん、それは大丈夫なんですか？そうですね、結構そのバターコーヒーってダイエットされる方で飲まれる方も多くてですね。あ、そうなんや。このチャコールコーヒーが出る前からバターコーヒーっていうのは結構メジャーではありまして、うん、そうや、はい、じゃあむしろダイエット向きというか。そうですね、まあ、クロッティに関してはいろんなこうラインラップがあるので、もう飽きずにお楽しみいただけるかなと。ちなみに弊社の女性スタッフの人気投票ではバターコーヒーが一番飲みたいと間もなくご用意ができるかなとは、はい、はい、思いますので。エジソン何やったんっていうの？いやいや、黒幕。はい、これ利用されただけちゃう、エイジソンは、うん、黒幕コーヒーやから。黒幕コーヒー、え、どういうこと、どういうこと。やっぱ黒幕コーヒー来てるし。いや、そうなん、黒幕やったんすか？そう、黒幕コーヒーを売られてるソモさん、はい、え、なに、悪いイメージ植えつけた。パッケージをちょっと、じゃあこんな感じ。こちらが、こちらがバターコーヒーです、ね、はいはい、こちらが、はい、カフェインレスタイプの、はい、クロッティコーヒーです。すごい、はい、まあ、やっぱりね、見てくださいこれ、5兆個の乳酸菌がね、やっぱ入ってるからね、これね。もう何度もそう、はい、教えていただいてありがとうございます。すごいんよ、はい、5兆個のって言いたいだけやろ。いやいや、5兆っていう単語なかなか見えひんやん。じゃあ開けて入れてみる。はい、入れましょう。はい、はい、おや、開けれません。開けましょうか。開けるのあるよ。こっち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 。ああ、商品マイナスだよ。ちょっと待って、そんなはずないですよ、ね、これ放送事故ですよ。これで俺ね、手汗すごいんですよ今。これどんだけ入れるんだったっけ。だいたいティースプーン1杯が 3g ぐらいなんで、おすすめなんですけど、これぐらいで入れます。あ、そうですね、はい、それぐらいで、はい、もうこの時点でいい匂いするんだよね。確かに5兆個の乳酸菌の香りがしますね。まだ言うの。うん、これも開けてください。皆さん見てください、5兆個の乳酸菌。数変わったら怖いやつ。なんでこっち1兆個しかないんだ。なるから。乳酸菌もね、ダイエットにもいいらしいんですけど、肌にもいいらしいんですよ。そうですね、そうそう、結構レビュー書いていただいたお客様の中で、乳酸菌のサプリをクロッティ買ってからもう買わなくなったとか。おお、はい、こっちがバターでこっちがカフェインです。はい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 、大体お湯を 100ml ほど入れていただけたら。じゃあこれカフェインです。はい、これカフェインですですね。バターですね。じゃあ飲んでみます。はい、香りがね。CM 感出すのよ。めちゃめちゃ出すやん。やうまい。ありがとうございます。飲みやす。いや、ほんまにどうですかね。バター美味しい、めっちゃ美味しい。これカフェイン入ってないんですか？93% カットです。はぁ、はい、すごい。普通のコーヒー感ある。ぜひ飲み比べていただけたら。うんうん、はぁ、あの、全然薄く、全然ちゃうな。お、うん、お、美味しい。すごいわ。バターコーヒーはシンプルなチャコールコーヒーと比べて味も違うんで。そうですよね、マイナスと全然違いますよね。味も違います。バターめっちゃおすすめ。夜とかやったらカフェインいいかも。なんか他でなんか喫茶店入ってめっちゃコーヒー飲んだとか、お茶めっちゃ飲んじゃった時はカフェインですのがいいかも。こっち系統近いですよね、元々のやつと。あ、そうです、そうですよね。もともとの前回お飲みいただいたスタンダードの商品のもうほんとカフェインレス版っていうだけなので。わ
ああ、はい、そうなんや。いや、いい。そうシンクロ線でもよかった。マジでいい。ということで、案件みたいな動画になっちゃってますけど、はい、はいはい。あ、でも、本当美味しかったんで、ぜひね、はい、痩せたいとか、置き換えたい、美味しいコーヒーを飲みたい方は、ぜひね、概要欄にリンク貼ってますんで、はい、ぜひ買ってみてください。そうですね。お願いします。はい、ちょっと、こえちゃん来る、こやしたフリークのみんなで、ちょっとまた売り切りにちょっとさせてやりましょうよ。お願いします。お願いします。ぜひ買ってみてください。はい、お願いいたします。これちょっと置いていってほしい、ちょっと。もう、いっぱい置いていきます。あー、来た、はい、来ます。飲みますか。また飲もう。はい、これはまた僕たちフェスあるんでやっぱみっともない体だったらちょっと申し訳ないんでね、はい、そうですね、はいはい、というわけで本日の鳥肌スコアは9610ですね、はい、あそこご長ちゃんおやこれはもうクロッティやからなるほどありがとうございますおお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 ちなみにクロマティ選手お好きなんですか関係ないね好きではないです関係ないね野球関係ないねありがとうございます、はい、ありがとうございますクロマティコーヒーちゃうんよほんまに違います違います、はい、バイ地震の震度みたいに火山にもこういうレベルっていうのがあるんですけど、はいはいはい、今回なんと上から3つ目の6これはもしかしたら日本にこの農作物の被害も来るんじゃないのかとか富士山の200年前に来た宝永大噴火、うん、これの10倍の威力が言われてるんですよ宝永大噴火でも僕らヤバいヤバいっつってんのにもうそれの10倍ってそんな現実量が起きていいんっていう今回のこの噴火で何が恐ろしかったかっていうと海底の中で起こってることやから海にも異変が起きたんですよねとりあえずメカニズムは踏めないけど日本まで届いても事実がある以上これは何かとんでもないことが起きてるっていうのが今言われてることなんですよ。Hey! 愛に効く薬なら